皆さんこんにちは、タップダンサーの穴田秀明です。今回はタップダンスの基礎を一緒に練習しましょう。メトロノームに合わせて30秒間基礎のステップを一緒に行います。今回のステップは複合音で単音の集まりですが、以前基礎の基としてその単音のステップ解説動画を作ってますので、ぜひ確認したい方は概要欄に貼っておきますので、そちらもご覧ください。今回一緒に行うステップはパドルエンドロールです。メトロノームのアクセントに合わせてヒールドロップを合わせます。今回はヒールドロップがスタートで、スカフブラッシュステップ、反対のヒールドロップスカフブラッシュステップ、これは音の速さの倍で取ります。1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1、 このように合わせていきます。自分に合ったテンポで合わせてもらいたいんですが、まず自分が繰り返しやった中でミスの少ないテンポでたくさんやってください。そこから徐々に上げる。そしてたまに速い、自分がちょっと音が全然出ないんだけど速いやつも練習してください。これ実はどっちも大事で、ゆっくりだけだと動かない足になってしまうし、速いのだけだと今度癖がついてしまう場合があるので、実はどっちもやることが大事です。必ずゆっくり正確のやりつつ、少し速いのもやる。どっちかに偏らず両方練習してみてください。やっぱりたくさん練習することは大切だと思うので、繰り返し一緒に練習していきたいなと思います。それでは早速一緒に練習しましょう。テンポ80 5 6 7 8。テンポ120 5 6 7 8。140 5 6 7 8。180 5 6 7 8。
220 5 6 7 8. ましたら幸いです。今回の動画が少しでも皆さんの役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回は最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。